映画が好きすぎて映画パーソナリティの伊藤さとりです。最新映画をご紹介するこの番組、今回はホラー映画ファンの方必見です。7月29日公開になる女神の継承、こちらご紹介しましょう。今7月に公開されているホラーの話題作というと国費という、ね、作品があるんですけど、あちらはねウイルスもののちょっとゾンビものであまりにもえぐいということでもう話題騒然の作品なんですが、こちらはスピリチュアル系でモキュメンタリー調の映画で、その残虐的なあちらと比べて精神的にこう追い詰められてうわ怖いって感じるオカルト系のホラーです。さあこの女神の継承、まずどういうスタッフが関わっているのかご紹介しましょう。コクソンという国村淳さんが出ていた韓国映画があります。国村淳さんもこの演技が素晴らしいということで映画賞を取ったナホンジン監督の作品だったんですが、そのコクソンという映画の中に韓国のね俳優さんのファン・ジョンミンが演じている祈祷師が出てくるんです。でナホンジン監督、この祈祷師の物語をもうちょっと深掘りしたいなって思ったんですって。でどうやったら祈祷師の物語が映画としてもっと面白くなるかなって考えているときに、あ、これタイを舞台にこの祈祷師の物語を作ったらどうなんだろうと思って、自分が監督するんではなくて若いタイの監督に声をかけて、ナホンジン監督はプロデューサー側に回った作品になります。そしてこの映画の監督がバンジョン・ピサンタナ・クーンという監督なんですけど、タイで心霊写真という映画が以前ねあって、それがまあヒットしました。でその監督になります。さあ一体どういう物語なのか、まあ、タイのある村、そこで代々女系家族が引き継いでいる祈祷師がいます。でその祈祷師に密着取材しようということでテレビクルーがその村を訪れているシーンから始まります。だから最初はその女性祈祷師にいろいろインタビューをしているシーンになるんですよね。でこの女性祈祷師によると、自分たちのこう家族の中で毎回こう女性がその祈祷師を受け継ぐっていう時に、まあ、あの女の神様がいて、いたこ的な状態でこう祈祷してるんだっていうような話をするんですよ。そしたらその祈祷師の姪っ子に怪奇現象が起こり始めるわけです。あれそろそろもしかしてこれは祈祷師の継承が行われるのかなってテレビ局の人は思うわけですよね。いや面白いものも取れるかもしれないけれども、その姪っ子の行動がどんどんおかしい方向に向かっていって、これは彼女が祈祷師になりたくないからその女神が怒ってるのかなって思うんですけど、なんと物事はもっと違う方向に進んでいってとんでもないことになっていくんです。いやこれねあまりちょっと説明したくないんですけど、まあドキュメンタリー調に私たちはテレビカメラマンとして見ていくわけですよ。だからこう映画は一人称的に語られてるんですね。時には手持ちカメラの絵だったり、時にはじゃあポルターガイスト現象を撮ってみようっていうことで部屋の中にこういろいろと小さなカメラを仕込んだりするんです。でそのカメラで自分たちが見るっていう視覚でも映画を楽しめるんです。でこのやり方って今までもパラノーマルアクティビティとかブレアビッチプロジェクトとかでもあったんですけど、やっぱりねまるで自分が体験してるような恐怖を味わうわけですよ。しかもこれがポルターガイスト現象ですよ。やたらとリアル。いやぜひこの夏はゾゾッとしに映画館に足を運んでみてはいかがでしょう。女神の継承は7月29日公開です。